みなさん、こんにちは。お久しぶりです。今日は3年ぶりにお会いしたお友達のお家に行って、それはそれは立派なお庭で、たくさんのお花を持って帰ったお話と、もう一つ、今日はコープ文化センター丸亀でフラワーアレンジメントのレッスンがございましたので、ベロニカ、ハイブリッドスターチスなどを使った可愛いフラワーアレンジメントをご紹介したいと思います。それは一番最後に出てきますので、最後まで見てね。実はそのお友達に、3年ぶりにお会いしましたので、お会いしますので、張り切って花屋さんで立派な紫陽花の花を購入いたしまして、そしてラッピングをして、6月8日にラッピングの配信をいたしましたが、それを持ってまいりましたところ、お玄関に立派な紫陽花が飾ってありまして、それはお庭に、育ててありました、紫陽花をね、綺麗に飾ってあったんですね。まあ、その時にもう持って帰ればよかったんですけれども、隠してね、持って帰ればよかったんですけれども、まあ持ってきたので仕方なくこれお土産ですというような、ドジな70代のフラワーデザイナーでございます。それではそろそろ 本題に行ってみたいと思います。最後まで見てね。それではそろそろ行ってみよう。大丈夫？うん、大丈夫。のバラすごい。あ、これバレリーナね。終わっちゃったな。バレリーナね、これね。これバレリーナ。バレリーナでしょ、これ。バレリーナでしょ。違うの。バレリーナじゃない。アースミの。これはちょっと色が濃いですね。そうですよね。濃いですね。これ可愛いんですけど。可愛いですね。そこに開いて咲いてる。あ、向こうね、うん、こっち側のね、これがアーチ、危ない、ハサミ、ほら、ハサミ、ア
ゃくなってるね。これをこう、このぐらいな感じ。どっから。もいいですか。こっから切っていいですか、下から。どこからでも。どっからでも。はい、ちょっとじゃあ、ちょうど凄みのところ。忘れなんですか。あれ。黄色いお花、かわいい、いっぱい群生してるの、あれ。で、春シャギ。あ、あれも切ってください、好きに先生。どんどん、どんどん切ってますね。どんどん切ってますね。どんどん切ってますね。よいしょ。遠慮なく、遠慮なく切らせていただきます。切ります。はい、切ってください。切りました。これは1本で十分です。ここにも、あ、すごい。ここから切ってみ、はい、ちょっと上からして、ここから、ここから、あ、葉っぱ2つぐらい置いて、はい、はい、クイーンゴーブ。出なくなっちゃうね。ちょっと考えないと出ないよね。絵にしちゃう。綺麗に、あの、枝を下にして綺麗に並べるね。そうそう、あ、そうなの。え、枝を下にしてね。このさくらんぼだけがね、上にきれいにたまにこう出るようにね、箱に詰めされてくるね。ね、そう。それね、茎もついてる。そう、茎ついてる。茎ついてる。ついてる、ついてる、先生。ついてるよ、茎も。6種類ですね。6種類でやるでしょう。やるでしょう。やるでしょう。うん、いいですね。ここ短く。これも分けていいですか。あ、ちょっとそこが置いてある。まあまあ、あの、なんていうの、長い方がいいじゃないか。はい、安心。それでね、リンドの葉っぱはちょっといいですよね。大きな葉っぱは地味だから。もう一つのはもう緑の花、なんか緑、そうね、そう緑、この。これで5センチぐらいだから6、7センチぐらいね。もうちょい低い方がいいかも。1センチぐらい。そうそう。で、あと何、2センチ、1センチ、1センチぐらい。
そう見えるんですよね。ハレーションを起こして、これすごいですね。細かい物々、あ、これなんかスズランみたいな花咲くんですね。ちっちゃい ね。皆さん、いかがでしたか？ベロニカのフラワーアレンジメント、かわいいですね。皆さんとこうしてお花を通してご縁があります。ありがとうございます。ちょっとでもよかったら、グッドボタンと、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、ごきげんよう。インスタグラムのフォローもよろしくお願いね。